皆さんこんにちは。アツコストロンゲストです。今回ご紹介する本はこちらです。ポルトガル西の果てまで福間恵子さんです。でですね。私、あの以前ですね。まあ、かなり昔なんですけれども、ポルトガルには行ったことはありまして、もうですね。一度もしか行ってないんですけれども本当にですね。また行きたいなと思うようないい国でした。 でポルトガルと聞くとです、ね、必ずこういう本を読んでしまうんですけれども,もうこの方はです、ね、もうあのポルトガルが好きになってもう何十回と言ってらっしゃるんですね。 でですね、まあ裏通りにある例えばそのリスボンの2個の店これは本当は2個の店という名前ではないんですけれどもまあですねここであげてしまったらですねあの殺到して、まあ、現地の人も困るだろうなということで、まあ、仮に2個の店としてあるんですけれどもこの本を読むとですね本当その2個の店に通ってですね美味しいご飯を食べたくなります。で何しろです、ね、ポルルトガルというのはです、ね、あのご飯が 多分、日本人の口には合うんじゃないかなと思うんですね。なので、まあ、私がまあいくつか行った国の中で暮らせるかなと思ったのが、まあポルトガルなんですね。まあ、食事は大事だと思いますので、一つ参考にしていただきたいと思います。 それとですねこちらにはアソーレス諸島の話も載っています私は残念ながらですねアソーレスには行ったことがないんですけれども本当にですねまあ、人が住み始めて数百年なんですけれどもまあ、あの非常にあの自然の厳しいところでよく人が住み着いてあのまあうまくやってるなと思います。皆様にも是非読んでいただきたいと思います。は 今回もご覧いただきましてありがとうございました。またですね、ポルトガルについて詳しい本がありましたらこちらでご紹介しますので、次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。